どうもゲンゲームズです。皆さんはスマホゲームの広告見たことありますか？意外と気になるの多いですよね。今日はね、それをまとめてできるゲームをやっていきたいと思います。では早速レッツプレイ。はい、ということで始まりました。いくつかねあるんだよね。ピン抜き、数字タワー、車出し、マネー集め、カラー分けがあるね。今日はピン抜きやってこうかな。あ、ステージが分かれてる。 IQ で書かれてんのなんかいいね。じゃあちょっとね、1からやっていきたいと思います。宝を奪え。これだね、普通に。あ、これでいいんじゃん、これじゃん。あ、こういうことか、ピン抜きって。はい、ステージ2。これだからこの岩は抜いちゃダメってことだよね、多分。落ちてきちゃうから。あ、で、あ、いいんだいいんだいいんだ、抜かなくてもいいんだ。ステージ3。これ絶対襲ってくるよね、左の犬。え、だからこっちだけ抜けばいいんじゃない。いいでしょいいでしょ。お、ステージがめっちゃ開いてる。6、7、8、9、10から本格的な感じしますね。じゃあ早速やっていきましょう。ステージ6。いきなり知らない人出てきたんだけど、誰。こっちの一番右開けるだけで宝ゲットできんじゃない。なあ、でもちょっと気になるからな、気になるからここ開けてみよっか。どうなるか見てみたい。で、そうなるとここも抜いてみたくなるよね。これ仲間なのかな。違う、敵だった。いや、もうじゃあこれで終わりだよ。全然敵だったわ。森人か。森人は狼も大嫌い。間にピンがなくなると近寄ってキックしてくる。めっちゃ痛い。キックの間は動けないみたい。岩などを当てると倒せる。ステージ7。だから森人がキックしてる間に岩を落とす。オッケー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 。で、宝を落とす。拾う。はいはい、なんかあれだね、ピンを抜けの、ちゃんとゲームっぽくなってきた。ステージ8。真ん中まず抜いて、でキックしてる間に岩を落とす。あ、オッケー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 。でこっち抜いて、こっち抜いて、完成だ。こっちも抜いたれ。オッケー、クリア。ステージ9。いやー、ちょっとなんか人数増えてくると厄介だな。で、こっち抜いて、真ん中抜いて、倒してる間に岩を落とす。棒人間落としてあげる。オッケー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 。いやー、こいつダメだな。これ抜いて森人倒させるじゃん。で、こっちに来たところを岩を落とす。間に合い。よし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 。で、宝落として、オッケー。いや、ちょっと今のむずかった。次は11、12、13、14。え、知らない人出てきたんだけど、またとりあえず岩で倒しとくわ。宝ないし、この辺りに。ステージ12。近づいてきたとこを岩落とすって感じだね、多分。おとりにしろって言ってたから。抜く、来る、岩落とす。おー、危ねえ、間に合わないかと思った。意外と動きが早い、あのゴブリン。ゴブリンは棒人間が大好き。間にピンがなくなると近寄って爪で引っかいてくる。めちゃ痛い。岩などを当てると倒せる。ステージ13。これ抜くやん。オッケー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 。こいつ、これ真ん中行くと思うんだよね。オッケー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 。タイミング命だよ。ここ。オッケー、危ねえ、間に合わねえかと思った。危ねえ、ちょっと遅かったね。クリア。え、これどうなるんだろう、これやったら。あ、1個残った。なるほどね。いや、でもタイミング順番間違えたかも。わかった。これ抜いて、これ抜いて、一人倒すじゃん。で、近寄ってくるじゃん。で、タイミング合わせてドン。はい、オッケーオッケーオッケー。オークがいるんだけど、こいつも絶対近寄ってくるじゃん。オークとゴブリンを争わせるんじゃない。そういうことか。んで、ドーンだ。オッケー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 。ステージ15。多分あれだね、両方倒させるんだな、これ。こっちまず倒させて、で、この子をポーンと落としといて、で、こっち倒させて、で、ドーンだ。オッケーオッケーオッケー。森人と同じだ。ステージ17。これ抜いて、こっち倒させるじゃん。1体ずつ倒して、で、これでいけるかな。おお、きょ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 、これでもいいんだ。さあ、18、19、20が開きましたね。ステージ18。うわ、これなんだろう、クロスボウみたいなやつ出てきた。2人の間どうなるか見てみようかな。あ、
トロールを倒してくれんだ。ステージ19。いやでもさ、別にバリスタ何にもしなくてもこいつとこいつを戦わせれば。あ、でこれだ。でオークを倒してくれんだ。なるほどなるほどなるほど。ステージ20です。でいいこと思いついた。こいつ倒させるじゃん。でおちんのかい。あ、でも近づいてくんじゃない。で、はいはい、オッケー。さあ21、22、23も開きました。24も開いた、25も開いた。ステージ21、爆弾か、わかんないな。そういうことか、触ると爆発するってことか。ステージ22。てかさ、森人が2体ともやってくれんじゃない、これ。でこれ落とせばいい。オッケー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 。これでいい。これで宝を奪えたぞ。クリア。ステージ23、効果もこれ全部犬下に落とした方がいいような気がする。で最後森人がこっち来んじゃないかな。そうだよねそうだよね。で来たところをドン。オッケー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 、クリアー。ステージ24。なんかすでに戦い始めてる。こいつ先じゃない、こっち側に行ってほしくないから。あ、ミスったかも。カロも当たれ。よし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 、ギリ当たった。ステージ25、バリスタで倒させる。バリスタでこれも倒してくれんじゃない。あ、そしたらこれ落とせばいいだ。あ、ダメか。これ抜いて抜いて、はいドン。オッケー。さあステージ26から30まで空いた。皆さんちょっと難しくなってきたぞこれ。こいつに倒させて、こいつに倒させて、でこいつも落として最後ドン。オッケー、気持ちいい。ステージ27、これ抜くじゃん。でドンじゃない。はい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 。でゴール。オッケー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 。ステージ28。いやこれさ、ここのバリスタ開けたいんだけど、そしたらこの人にも当たっちゃいそうなんだよな。いやでもバリスタを使わずにはダメ、無理か。倒す倒す、爆弾落とす。これでね、バリスタに攻撃されないかどうかが分かんないんだよね。いけるかな。いやー、ギリ避けた。目の前でバリスタが撃ってきてんのに全然普通に進んでくじゃん。ステージ29、これ抜いてる時にやったらどうする。あ、来た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 。オッケー、これでいけるわ。あれ、なんかちょっとミスったかも。いや、オッケーオッケー、いけた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 、いけた。あ、じゃあこれでこのままいけるわ。オッケー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 。さあステージ30、ちょっと難しくなってきてるよ。だいぶゴブリンを倒してってもらおう。倒す、まあ いや、ゴブリン倒す倒す。バリスタ落として、いけたいけた、ナイス。さあ31から35まで開いた。ステージ31。うわ、溶岩がある。これ開けたら寄ってきちゃうかな。あ、これでいいんだ、棒人間は動かないんだ。あ、オッケー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 。使い方分かった、使い方分かった。ステージ32、これマグマに落とさないように宝を移動させればいいってだけでしょ。これ結構簡単かも。これでいいやん、ほら。オッケー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 。ステージ33、まずこれは抜いていいね。狼を倒す、棒人間宝に近づく、マグマ落ちる、人も落ちる、棒人間落ちる、宝ゲッツ。これ楽勝だね。これ宝ないから倒しきればいいんだね。え、そうなると超簡単じゃない。これ抜いて、これ抜いたら勝手に来てくれるやん、楽勝。ステージ35、これむずいな。こいつをさ、なるべくまとめて倒してみよっか、斜めに。
抜いてこれでもあっち行きすぎちゃうよね。これまたこっち来ちゃうよな絶対。ちょっと斜めになってるからいけるかな。オッケー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 。これいいんじゃない、これいいんじゃない。こいつやられでしょ。で棒人間来るな来るかな、弾が来る前に、弾が来る前に、あぶねえ、これやられてたぞ。ナイスクリア、ナイスクリア。いやこれもあれじゃん、ピン抜きじゃなくてタイミングの勝負みたいになってきてるけど。ステージ36来ましょう。これなんだ、こうしてこうすればいいのか。すごく残酷だった。これは宝が解けないようにしないといけないね。あでも普通にこれでいいんじゃない。で何も抜かなくても、あオッケー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 。ステージ38、これマグマあえて何もしなくていいんじゃない。だってさ2人とも来るやん。はあはあ、ほら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 、オッケー。ステージ39、これも何もしなくていいんじゃない。まあでもちょっとマグマでチャレンジしてみるか。もうあと待つだけよ。オッケー、ナイスクリア。ステージ40、これまず1回倒させる。これ安全やん、これで安全やん。でこいつだけ落とす。あーオッケーオッケーオッケー。バリスタと爆弾を使わなきゃっていう固定概念にやられてた。さあ41、42、43、44、45、はい。ということで今日はここまでにしたいと思います。続きのね41から50まで、まあ多分このね最後のやつ難しいと思うんだよね。次回やりたいかなと思います。まあ他のゲームもね見たいですとかそういうのがあればぜひぜひチャンネル登録高評価お願いします。じゃあみんなまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。